ピョンウソクは、バロエンターテインメント所属の大韓民国のモデル、俳優である。1991年10月31日に、大韓民国で生まれた。身長は189センチメートル、体重は70キログラム。彼には5歳年上の元モデルの姉がいる。平役は大学を休学し2013年8月に、除退している。2015年に、 モデルとしてデビューする。2016年に、韓国のテレビドラマ、ディア・マイ・フレンズで、俳優デビューを果たす。2020年に、今までいた BH エンターテインメントから、バロエンターテインメントと締結する。コンスンヨンピョンウソクラ、新事務所、バロエンターテインメントと専属契約を締結。クスタイル、2020年11月25日閲覧。ワナワン出身。 パクジフンから、キム・ミンジェまで、新ドラマ、コッパ・ダン・恋するなコード、メインポスター2枚公開、イケメン・なコードたち。クスタイル、2020年11月25日閲覧。パク・ボゴム・パク・ソダム・ピョンウソク、新ドラマ、青春の記録に、出演決定、撮影がスタート。クスタイル、2020年11月25日閲覧。ドラマ、 青春の記録に出演中の俳優ピョンウソク、理屈抜きのイケメン、彼氏のような写真の標本韓国俳優、女優ワオコラ、ワオコリア、2020年11月25日閲覧、キム・ダミアンド・チョンソニアンドピョンウソク、映画、こんにちは、私のソウルメイトに、出演確定、クスタイル、2020年11月25日閲覧、キム・グラアンド・エグサイディ・ハニアンド、 ユン・ジョンスピョン・ウソク、新バラエティ番組、ある日、突然100万ウォン MC に抜擢。クスタイル、2020年11月25日閲覧。ピョン・ウソクからキム・ヒョン・ジュンまで、2018年、注目すべきモデル出身イケメン俳優のグラビアが、話題。クスタイル、2021年1月22日閲覧。キム・ミン・ジェ・ソ・ジフンピョン・ウソク。 韓国時代劇歴史大全2020の表紙に抜擢。クスタイル2021年1月22日閲覧。青春の記録ぴょん不足く演じたい役が取れなかった時大変だった。クスタイル2021年1月22日閲覧。ありがとうございます。